皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日は先日からの続きパート2ということで、京都嵐山鵜飼事件のことを見ていきたいと思います。2月12日に亡くなったと言われている田辺さんの気持ち、お空の上から今どう思っているのかを見ていきます。少し鈴で浄化をしていきましょう。はい、じゃあこちらのカードシャッフルしてるんですけれども、カットしていきます。一回カットしますね。カットしてるときは目をつぶってるんですけど、ね、まずファーストカードリバースですね。はい、行きましょう。少しね、田辺さんとつながれた気がします。はい、行きます。コインのページのリバース、ちょっとね、田辺さんがね、の、ご年齢とか家族構成を知らないんですけれども、お子さんいるのかな、どうなんだ、それがすごい私気になるかな。ソードの8、これものすごく憶測、カードからの憶測なんですけれども、なんかもしお子さんとか、もしいなかったら、なんかこういわゆる血が近い人、とかでなんか脅されてたのかなっていう感じがして、ものすごく心配してるんですよ、このどなたかのことを。お皿の上、あ、お空の上から、すごい気にしてて、ものすごく心配してて、それこそこうなんか傷つけられてないかとか、こう命は大丈夫かとか、なんかそういう心配をすごくしてるような気がするんですね。そしてこの助教ってさ、これ私お皿に感じるんだけどな。ものすごく、なんかお皿が直接手を、直接ではないと思うんだけれども、もうこの田辺さんは、あ、こうなったのはこう原因、もう主としての原因はこれはお皿だっていうことはものすごく分かっているみたいです。でお皿がもっとなんか手を下しそうで怖い、なんか誰かを守らなきゃっていうことをすごくお空の上から言ってるんですね。これは審判のリバース、まだ天国に行けてないですね。まあもちろんね、日にちが浅いから、もちろん四十九日も住んでないし、もちろんまだお空には行ってないと思うんだけど、なんかもう、こう無念っていうものがすごく見える。ワンドの8のリバース、やっぱこう情報を知りすぎたからっていうね、お話があるんだけれども、その通りかなと。ソードの10、もう言ってます、僕はもうね、いろいろな情報を知りすぎたから消されましたって、このソードの銃を命が消えるっていう読み方をするのはもちろん初めてなんですけれども、もうそういうふうに言ってます。もう知りすぎたからもう命を消されたし、だからなんかこう無念、念が、無念が消えないっていう感じなんですよね。
そしてワンドの3、ここでね少しだけ明るいカードが出たんだけど、でも他の2つによってこれが、いい意味じゃなくなる可能性もあるので、ワンドの2のリバース、3と2、皇帝のリバース、もうここでソードのこの8っていうのは八方塞がり、まあお皿からそういうことをされましたと。でそしてまあこの田辺さんからすると、まあ上司と言えばいいのか、まあいわゆる皇帝、まあ皇帝エンペラーですよね。でもなんか真のエンペラーじゃなくて偽のエンペラーっていう風に私は今回見えたので、やっぱりこのお皿とこのナマズが、犯人ですって言ってるような気がするんですよね。で、ナマズからこれ騙されたって言ってる、なんかこう餌をぶら下げられたりとか、なんか引っ込められたりとか、いうことが違ったりとか、なんかそういうものっていうのもあったみたいなんだけど、最終的にはこの人に騙された、それを言っています。なんかうまくいくよというか、なんか逃げ道があるみたいな、そういうことを言われたっぽいんですけど、結果そうじゃなかったみたいな、もう大きな裏切りがあったっていうことを言っていて、でまあここにね、まあ、いわゆるもう情報のカードが今回たくさん出てるんですけれども、やっぱり知りすぎたから、ね、命を消されましたと。そして、まあ、このお皿、お皿はこう他の人も狙っているとか、他の人にも危害を加えようとしているとか、この人、子供なのか人なのか、この人のことがすごくこの田辺さんは気になるっていうことを言われているみたいです。もうものすごく出ましたね。もう見事なぐらいにカードがなんか無念だし、苦しいし、騙されたし、この二人がもう主としてやられましたっていうことを、言ってるような気がして、もう正直ものすごく驚きました。はい、これが本日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。